噂をしたらバスが来た。通れるかな。あ、3人で案外辛いね。え、前出過ぎた。いや、俺もギリギリだよ。うちらの車が斜めだから行きづらいってこと。わかんない。バスが来ると思わなかった。多分ギリギリなはずですよ。うん、全てにおいてギリギリやんけ、これ車、うん、結構バスが線があって、そこのあのワゴンみたいな感じ。とりあえず今3まで増えて、ありがとう。でもこうやって、ヒートのカード身長は藤田ニコルと一緒だったんで、鍛えるか体と思って無理ない程度に。こっちもこっちで混んでるかな。あっちに行けば院長先生。この時間を見計らって動画を上げよう。シコシコしてくれねえんだ。はいはい、はい、まだスマホダメだよそれ。なんで。全然だ、変だ。はい、時は一番事故起きやすいかな。まあ、天気いいし。センサーがずっともう五輪中みたいな音出してたもんね。ピーだもんね。車間距離は大事だよ。
生ガニ下り、事故の後あの壁あるじゃない、あそうだね、あの梯子の下へしゃげてるもんね。二次方こそのここで、うん、うん、そうだよね、あるし、うん、相当ぶつかってあの辺で止まったってことか、線を切れてるから。怖っ、ほんとは発煙筒が落ちてるわ、怖っ。ほら、発煙筒、あそこに。うん、なんかめっちゃ擦った跡がある。怖っ。どういう事故だったんだ。一番好き。